でそれはねあのー、その昔の偉い,い,いね有名な天国家だけではなくて、えー、例えばね小学生が掘ったインとか中学生が掘ったインとか、ね、シャロンダージャーハウチョネミダ天国家ウジンでございます今日はね久々にね公開添削でございますはいえーとね、えー、送ってきていただいたインをね、うん、ちょっとしてみましょうかね 兄我をもってこならずや兄我をってこならずやということで当、えー、円面の詩でございますけれどもおこれをですね、えー、これをねちょっと直していきたいと思います。 ちょっとね全体的に、えー、線がね少しゆるっとした感じなのでねところどころメリハリをシャピンとつけてあげた方がいいかもしんないね。ということでここからは、ね、いつものように、えー、後撮り音声で。 <laughs> やっていきますけれどもおまああのさっき言ったようにねこのお線っていうのはですね、えー、全体的にこのなんていうかあゆる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 としてるうね例えば五小石なり山田翔平なんか見てもゆるゆるとしてるんだけれどもその中にねどっかしらのこのなんていうかあパリッとした線が入ってくるわけね、うん、なのであのー、線質の強さっていうのはどういうふうに出すかっていうとおこれはね何とも言えない、うん、あのー ただスパッと切った線が強いかっていうとそうでもないのね。えー、で深みがあって例えばグズグズっとしてても強い線っていうのはあるわけよ。うんもうこれはねやっぱり数を見るしかないかなっていうことだね。うん なので、あの、天国をやる上で、やっぱり一番重要なのは、あの、いろんなものを見るということ。おまあね、一番本当はいいのは、あの、原件員ね、あの、本物を押したやつを見るのが一番いいんですね。うん、それはやっぱり迫力が全然違うから。あまあ、それでもね、印刷でも全然、うん、あの、見ないよりかはマシになりますんで、で、僕がどんだけその本物、原件を見たことがあるかっていうとね、まあまあ全、全数で言うと、まあ、少ないね、えー。そんなに見てない。うんだから そこら辺で僕があの偉そうなことは言えないんだけれどもこれね印刷で見てるとねまあなんだこんぐらいかって思うわけですよ、うん、ところがね本物見るとね本当に押したやつね、うん その塔の、なんていうかね、キレというか、その印帝の盛り上がりというか、そういうところがね、あのね、鬼のような迫力があるわけですよ。その、なんか、あ危機迫るものっていうのはね。うん、で、それはね、あのー、その昔の偉い、いいね、有名な天国家だけではなくて、え例えばねえ、小学生が掘った陰とか、中学生が掘った陰とかあ、年配の方が掘った陰とかね、時々そのねえ、何この線っていうところがあったりするわけ。うん、でそのその線っていうのは、まあ、偶然で 出てるももものかもしれれないんだけれどもね、えー、何かしらのこの塔と石とがピタッとあった時、えー、精神的なものがピタッとあった時、えー、そういう時にねスポーンと出てくる線なんだねんだからね。 天国が書道の分野に、えー、入るっていう理由はね、ん天国ってあの展覧会で言うとね、えー、書の一部になるんですよ。日展でも毎日読売店でもね、えー、書道の中に天国部門というのがあるんだね。ん大事とかあ近代史文とかそういうのと一緒にね、えー。どうしてもやっぱり天国っていうとさ、書とちょっと違うじゃない。どっちかっていうと工芸に近いとか、あそういうふうな感じもあると思うんだけれども、やっぱりね、この一本の選出うっていうところは、ね これねあの何、ー、て言うのかなその一回性っていうところね、うん、でこういう風に直してるから一回性ではないじゃないかって思うかもしれないんだけれどもまあこれね重ねることもね僕はね一回性だと思ってるのそれで一回もうそれが失敗してしまったらもう終わりみたいなところがあるんだよねで本来書っていうのは何かっていうと飾るためのものではなくてさ、あのー、手紙を書いたりその意思を伝えるっていうところにあると思うんだね で、えー、その典国っていうのも、本来はね、その技術的なところっていうところがあ、かなりクローズアップされてくるんだけれども、やっぱり、訴追のね、ところ、訴追のないっていうか、なんていうか、あの自分の意識のしないところ、だから、なんていうかもう、普段自分がどういうふうに生きてきたかっていうところ、そういうところがね、かなり出てくる分野だと思うの。 なんていうてか字を見ればねなんとなくその人の性格というかスタイルというか考え方ってなんとなく見えてくるじゃないどんなにうまくてもあのなんかツンケンしてる字だなとかさあの字はあそんなに上手じゃないんだけれども撲突と,としたその何と言うかあのー、優しいね、えー、字だったりっていうところでそういうのが見えてくる。だからもねね、えー、そういういところって、ね、往々にあるんですよ ただね、えー、すげえ性格嫌なやつがすげえいい印掘ったりとか <laughs>。まあそういう人は <laughs> あないのかもしんないけどさ。で、そういうこともあったりする。だからその奥底に隠れてるその人間のね、ん自分の何ていうか本質っていうのを赤裸々にこう表していくんだと思うのねん。だからもうきちっと掘りたい人はきちっと掘るし、なんかそのおうまくいかないけれどもなんかあ途中でね、えー、本来ならこれもうちょっとやった方がいいんじゃないって言うと、あいや、これでいいんですっていう人とかね、えー、それがいいとか悪いとか とかではなくて、えー、その中にその何て言うか人間性というかあの自分の培ってきた哲学というかあ考え方っていうのがねものすごく色濃く出てくる分野だと思うんです。でその中で、うん、それをねやっぱり書でもそうなんだけれども自分の理想とするうこういう風なので、ね、やりたいなっていうところに追いつくにはね、うん、やっぱり技術と知識っていうのが必要になってくるんだねでそそうすればあそのね。 技術をつけて捨ててて捨いいいいくっていうのはすすごい難しいんですよ僕も昔この「天国」というものをね、えーまあ、書か書道を始めた時にある団体にいましてそれでその字をねもうひたすら毎日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 書き続けた,ったらね、えー、そうしたらその字っていうものになっていくわけね、うん、でもうどんな字書いてもその流派の字になっていくわけですよでそれをね一回ちょっと違う風にもうあ,あこの字かっこいいなと思ってこんな風に書きたいな と思って書こうと思った時に、ね、書き方が全くわからなかったわけ、うん、でその時にね苦しんだ苦しんだただ一回はその何て言うかね、えー、徹底的に何の技術でもいいんですよどんなところでもいいどんな団体でもいいし、えーまあ、そこら辺に転がっている書道の本、うん、それでいいんですよそれをね徹底的に徹底的にやっていくとね、えー、何かしらの技術はついていく、うん、でそっから次はあそのある程度の書ける技術がついてきた後に 自分のね、えー、やりたい方向性っていうところが見えてくると思うのね。最初はわからないから。あどうしたらいいのかなっていうのわかんないからね。うん、だからその時にね、えー、大体なんていうかな、あその、苦労するんだ。一回つけてしまった技術っていうものをね、と、 払うということとはね、えー、非常に苦しい、えー、という話をしてる間にですね本当は員の解説をしなきゃいけなかったのに彫りになってしまいましたということでここでね、えー、またあ、あのー、スタジオの方にお返ししたいと思いますじゃあねという感じで、えー、ざっとですけれども 手直しをしをてみましたがですねまずどんなところ直したかというとまず線がね少しちょっと緩いかな緩いかなっていうところをそれでね緩いいいい線が悪いというわけでではないんですよあのー、全体的にね全部の線が同じ緩さがこう来てしまうとちょっとメリハリがね全体的にないのでちょっとね、えー、こういう線をパリッとパリッ特にこの線この線この線なんかパリッとさしてあげるということと、えー、線に強弱ね、うん、太細 1一本の線あ一つの文字の中に多少太さあ,っていくとあると立体感がこう出てくるという感じかな、うん、それとね、えー、角この丸め具合この丸め具合この部分をね少しね、えー、変化っていうか何て言うのかなあこの角のところが強くなるとこう普通にふわっと回ってしまうとおなんかうどんがこう回ってるようなねこういうところもうどんがふわっと回ってるように見えてしまうので。 えー、その部分はね、えー、ちょっとカクッと刺してあげた方がああの全部をカクッとさせるわけじゃなくてね えー、この何て言うかな変化をねこうつけてってあげるそうすると、あのー、この角の強さが出てくるそうすると線の強さがピュッと際立ってきますという感じね、えー、あと枠です枠はこう見てわかるようにこうみんな均一にね、えー、こうきれいにいってますこれをね少し変化つけてあげようかな、うん、だから特に下の線は同じ太さでブーッときてしまったので、えー、まずここの空間がちょっときつくなってしまったっていうところね ちょっとここにこにう入れてあげるうそれとあとこのまっすぐ同じだったのを少しねふわふわとさしてあげるとおこれでね何と、えー、いうか変化がこうついていくという感じかな、うん、であと全体的にここくっつけるそういうやり方もあるよね上の字と下の字をくっつけていってもいいんだけれどもあまりにもくっつけすぎちゃうと特にこの字がもう込み入ってる字なので窮屈だから少しねここに空気を、うん、ここら辺の空気もこの空気もちょっと抜いてあげるこの間 もね、あまりにも近すぎるのを少し分けてあげると全体にね、えー、風通しがスーッと通っていく感じになりますね、えー、そんな感じかな、はい、ということで、えー、今日のね、えー、公開添削はこんなところで終わりたいと思いますではまた次の動画で会いましょうついちゃバイバイ